ジャン君、おはよう。ジャン君、おはようございます。外見なくていいの？ほら、日が差してるよ。今日は、夕方から雨みたいなんですが、昼間晴れているので、ちょっとは気温もね、そんなに高くなさそうかな、うん、ということで、日向ぼっこどうぞしてください。そろそろここに花を置いてもいいかなという気にはなってきています。ただね、開けとくとやっぱり日差しを感じるらしくて、マオイママさんは日焼けすると言いますので、もうちょっとかな、もう少し経ってからかね。はい、ごゆっくり。ぽんちゃん、ぽんちゃんも日向ぼっこする？よいしょ。そこがいいの？不思議な子だね、君。日がさしてんね、ここ。ほら、ほら。わかんないか。そして、ジャン君は、この、段ボールのベッドが気に入ってんのね。ポンちゃんもやりましょう。
ジャン君がお目覚めです。ご飯をすぐ食べに行きました。ということで、これのご紹介します。これちょっと真面目に紹介してみようかな。ペッツルールート、ペッツルートというメーカーですね。日本製歌っています。天然羽とオーロラフィルムがたまらにあいビッグというやつですね。これ、あ、ちょっと待って、俺の方を先にやると、こういうことになっています。まあ、あとは読むのいいや。で、こちらは、マオイママ、担当、日本製、我が家は日本製にこだわっております。ペットルート、お、一緒じゃん。棒が伸びる。85センチ、タバラニア一緒じゃねえか。ということで、猫じゃらし、コンテスト、うん、イベントを開催します。あ、ちなみにですね、この長いやつを黒犬パパが買ってきたんですけれども、なぜこれを買ったのか、ちょっと言っときますと、短めに言いますよ。マックでマックシェイク買ってきてねって言われて、マックまで行ったところ、時間帯が、悪くというかですね、いっぱい女子高生が並んでおりました。で、さらにはポケットを探したら1万円札しか持ってなくてですね、あと小銭っていう形で、あれ全部買ったら多分1万円札出すことになるなぁと思って、なんとなく気遅れ、まあ本当のこと言うと女子高生に気遅れしました。あの中に並ぶのかおじさんがと思って、ちょっと時間を、やり過ごそうと思ったんですけど、1万円も崩さなきゃと思ったわけですね。で、ペットショップに行って、何にも考えずに、あ、これいいじゃんと思ってピュッと出したら、これ1600円もしました。そうだよ。知りませんでした。だって他のは800円とか書いてあったから、そんなもんかなと思ったんですが、サイズが大きいのと日本製なので、そうですか、ちょっと高いんですよ。はい、ということで、マックのマックシェイクとポテトで、多分あれ800円ぐらいだったかな、を買うために1600円使いました。バカな黒犬ぜっぽやじめでございます。ということで、ちょっと待ってね。はい、猫じゃらし選手権これから始まりますが、この会場をちょっと今下に置いてあるものをね外して、これはいい、平たいから、まあいいか、滑らないかな、大丈夫か、この人形さんたちも溶かそうか。はい、で、選手権とはいうもののマオイママさんが猫じゃらし担当で、俺は撮影に回ろうかな、うん、で、どっちがこれさ、どっちがいいっていうのも同じメーカーだから、うん、まあどっちでもいいんだねきっとね、うん、メーカーとしてはね、まあ我が家ではこのメーカー一押しということになります。日本製大好きということでね、うん、まあね、カミカミするからね。そうですな、うん、まあ、変な接着剤とか使ってないだろうということで、これにしました。ほら、ほらほら、これ紐解いて、はい、まずはマオイママさん購入の、紐がこう長くなるやつ、はい、はい、もうすでに、はい、興奮、はい、興奮、はい、興奮、興奮、あ、いっちゃった。ぽちゃん。ぽちゃん。あ、そしてこれ伸びるんですな。ちぎれちゃう、ね。そうなの。ここがね、伸びてここがポキッと折れちゃうのね。そういうところも見せられたら動画としていいんですが、もったいないのでなるべく気をつけよう。まあもうちょっとはい、強くなってくれると嬉しいな、メーカーの人。はい。はこういうホス、あの、なんか紐でつながってるの好きだよね。動きがね、多分、うん、お、取れない。
ジャン君。ジャン君どこ？ジャン君またテーブルの下に行っちゃった。ジャン君。はい、楽しい。ポンちゃん楽しい。よかったね、ポンちゃん。カブちゃん。二つ目にしてみる？少しもうポンちゃんは見切ったみたいだから。早くない？ポンちゃん。今はちょっとカボチャさんに。うん。あ、ポンちゃんあいで。ポンちゃんそのカボチャ可愛いでしょ。あ、で。あ、いい子だ。いい子だね。じゃあ2本目。クロケンパパが恥ずかしいから買っちゃった1600円。いきまーす。あれ？こういうのはね、こういうところにこう、ちょっとかさ、隠しながら。そうか、こっちの方がこうダイナミックさがないわけだね。紐で長くなってないから。そうだね、でもこういうのが好きな子もいるんだよね、うん、こっち系が。こういうところに、はい、来たポンちゃんの場合は漏れなく釣れるということがわかりました。はい。はいはい。はい、いて。あ。はい、ポンちゃん。やっぱり紐が長く伸びる方が動きが、面白いので、走り回るということが分かりました。こちらの方も悪くはないんだけど、そんなにダイナミックじゃないなというところですね。さあ、ポンちゃんを尻目に。ジャン君。ジャン君、まずこれで。はい。よいしょ。クロケンのごっちゃごちゃにしている資料の中にいます。そう、なんかジャン君もポンちゃんもそこが好きだよね。ここを片付けろって思うのにね。そうだね。いつもね、ここを片付けるために一回こっちやって掃除機かけるでしょ、うん、で、こっちにして、また戻っちゃうの。一個も片付かないんですけど、クロケンさん。使ってるものなのかどうかだよね。使ってないんだな、そういうの。じゃあさ、あの、次に使うかもしれないからって言って、こういうものを入れるところを作って、うん、そこに入れたよってことを、あのよくね、そう、マオイママさんがボックス作ってくれて入れるでしょ。ボックスごと忘れちゃうので、あ、どこ行った、どこ行ったっていつもなるのね。ボックスにしちゃうと、結局開けなくなってわからなくなっちゃって、どっかにしまっちゃうので、うん、あ、その話題じゃ なかった、こっちだった。で、ジャン君は、よいしょ、あ、ちょっと。これ今度紐のやつはこういうとこに入っちゃうと投げ入れにくいわけですね。わかりました。ジャン君は今度あのまた外に出てきた時にやりましょう。ジャン君は今回危険ということで、また外に出てきた時にお願いすることにします。ポンちゃんどうもありがとう。ありがとう。プレビューでした。プレビュー？プレビュー？違う、プレユース、うん、違うの、なんだっけ、なんだ、商品プレビュー、あ、プレビューでいいのか、プレビューでございました。じゃあねー